はい、えー、本日、私からは1点でございます、投資家の目線とギャップのある事例の公表について、えー、ご説明します、えー。資本コストや株価を意識した経営について、えーまあ、10月末時点なんですけれども、プライム市場の88%の企業に開示を進めていただくなど、着手が進んでいます。 一方その内容をめぐってはです、ね、投資家との目線にずれがあるんじゃないかという課題もご指摘されておりましてです、ね、クオリティの面に焦点を当てて、まあ、継続的にサポートを進めていくことが重要だろうというふうに考えているところではあります。そこで当ではです、ね、上場企業ののの皆様に自社の取り組みを点検する際の、まあ、取っか,かり としていただくために昨日11月21日に新たに投資家の目線とギャップのある事例を公表しています、えーまあ、匿名化した事例で改善に向けたポイントなどをまとめているということであります、えー、とこの資本コストや株価を意識した経営につきましてはです、ね、既にご案内のとおり年明けから開示リストの取り扱い なども変更をいたしますけれども、より実効性が上がるように継続的に取り組んでいければというふうに考えているところであります。本日の私からの説明は以上です。はい、えー、まずあの。 質問の中にもありましたけれども、まだ、あの、関心会の調査が継続中であるということで、我々が知り得ているその情報、まあ、事案の概要ですとか、なぜ発生したのかの原因とか等々も含めてですね、我々が知るところは非常に限られた状況で、先月の会見からほとんど増えていません。しかしながら、先月も申し上げたようにですね、 ただ単に監視委員会の調査が終わる、終了することを待つだけではなくて、あの現時点でもできることはあるだろうと、そういったことに取り組んでいこうということで、まず、独立社会取締役による調査検証委員会を立ち上げて、社員への研修、あるいは教育体制、それから業務プロセスや情報管理体制などの検証、評価を進めていただいているところであります。 それでまたもう一つは、質問の中にもありましたけれども、先月の会見では、アンケートを行うというふうに申し上げましたけれども、今月、全役職員に対しまして、社内規定で認められていない株取引を行っていないかどうかの確認するアンケートを行いました。全社員が 1, 名 まあ11名ほど長期休業、長期休業あるいはあのいわゆる産休に入っている方もいらっしゃるんで、それを除く1357名の100%回答を得ています。えーまあ、その中で、当然のことながら、やっぱ法令とか社内規定で禁止されているような株式取引等々、 行っているかどうかって聞いたところ100、100%の回答でなかったということは確認しております。それからですね、先月の会見からでいうと、先月の会見以降、2回 e、e ラーニングをすでに実施して、私も受けましたけれども、で現在、3回目の e ラーニングを実施中という状況であります。それからもう今、すでに決まっているところでは、来月12月ですけれども、 インサイダー取引規制に特化した内容の研修を私どもの自主規制法人と 協力すすするる形ででで全役職員に対対して対面で実施する予定であります、まあ、東京2回、それから大阪あ東京3回、東京、大阪2回で、まあ、できるだけ対面で出席するように要請しますけれども、どうしても出席できない場合には、オンラインということもありうるかなという感じです。 まあ引き続き、関心会の調査には全面的に協力するとすると,ともに、j p e グループを挙げて、証券市場への信頼回復に努めたいというふうに思います新システムの稼働に関しましては、時間延伸、30分の時間延伸等も無事に円滑に進められました。ご協力いただいたただ関係者の皆様には深く 感謝申し上げたいといいとうに思います、えー、それから、時間延伸に書いて、まあ、それからあのクロージングオークションですね等々について、稼働後にまあいくつかの市場参加者の皆さんには伺ったわけですけ、ね、市場参加者だけではなくて、市場関係者の皆さんにいろいろご意見を伺ったんですけれども、今のところ大きな問題もなく、ご対応いただいているというふうに理解しております。 売買状況等々につきましては、ですねあの時間延伸をして、まだまだあの質問にもありましたけど、まだ間もないんで、まだちょっと評価をするには時期尚早だとは思っておりますけれども、今後ともですね市場,市場関係者の皆さんのご意見を伺いながら、もし改善するべきポイントがあるのであれば、改善を考えていきたいというふうに考えています,、えーっとですね、まず、あの え中間決算の発表がピーク迎えたのが、アローヘッドの稼働後だったんですけれども、チェックしましたところですね、11月5日以降、時間延伸後ですけれども、3月決算会社の中間決算を見ますと、立ち会い終了前に開示する会社が、昨年度は21%。 だったんですが、今年は34%に増加しております。で、あのまあ。 私どもとしてはです、ね、当証としては決定したら速やかに開示するということをお願いしているわけですけれども、あのまあ、その趣旨をです、ね、一部の企業の皆様にはご理解いただいたものというふうには考えてますけれども、まだまだより速やかな開示に向けてです、ね、あの積極的な検討をあの、まあ、行っていただけるように、働きかけは継続してまいりたいというふうに考えております。